クライマッターホルンは、スイス連邦バレー州の標高3883メートルの山である。ペンニネアルプス山脈に属する。名称は、小さいマッターホルンという意味。頂上の展望台から約7キロメートル北西に、マッターホルン、約1.3キロメートル東にブライトホルンなど、スイス、イタリア、フランスの38の4000メートル級の山と 14? の氷河を見ることができる。新旧二つのロープウェイ駅ツェルマットからフーリー、トロッケナーシテーク経由でロープウェイによりアクセスできる。クライマッターホルンにあるマッターホルングレッチャーパラダイスは欧州で最も高い標高のロープウェイ駅である。1時間に600人の輸送能力のあるロープウェイが1976年8月に建設が開始され、 1979年12月23日に運行を開始した。2018年11月には、トロッケナーシテークとクラインマッターホルンの間に1時間に2000人の輸送能力がある、新しい3ケーブルシステムの並行するロープウェイが運行を開始した。3S ロープウェイはライトナーロープウェイズが製造、ゴンドラのデザインはピニファリーナである。 床の窓と装飾が施された、クリスタルライドと名付けられたゴンドラが4台ある。ありがとうございます。